どうも竹虎です。今日は僕自身が気になってたことなんですけども、あっぱれ選手がどんなバットを使ってるかについてです。まあ、その中でも気になったバット3本を今日はお借りしてきました。早速お見せしていきます。まず1つ目、鹿児島の巨人コウタさんが使ってるバットです。こちらですね、ロケットボールズ。なんか面白いデザインをしていますね。ネギみたいです。かっこいいですね。ロケットボールズと87センチと書いてありますね。結構長いです。デザインはかっこいいですね。バットの長さが87センチなんですけど、なんかすごく軽いです。コウタさんに聞いてみたら、まあやっぱ長くて軽くて操作性に優れてると言ってましたね。2つ目がライパチさんが使ってるバットです。こちらですね、ビヨンドマックス。結構使い込んでますね。このビヨンドマックス、長さは83センチとさっきのロケットボールズに比べたらまあ短いですね。このグリップが特徴的ですね。長いです。しかもデザインがなんか面白いですね。これどこだ、これリザードスキン、リザードスキンっていうとこのグリップですね。まあ、さっきのロケットボールズも軽かったんですけど、まあ、あれは長い割には軽いということで操作性がいいんですけど、これはもうシンプルに軽いです。まあ、後で重量を測っていきます。3つ目が、徳さんがたまに使ってるバットなんですけども、こちらです。レボルタイガー、イオタですね。まあ、このバットの一番の特徴はやっぱりこのグリップですね。握りやすいです。じゃあまず、ロケットボールズですね。鹿児島の巨人が使ってるバットです。これ測っていきます。このバットが 680g です。 87cm にしては軽いですね。 680g ロケットボールズなんですけど、この素材があのゴルフのシャフトあるじゃないですか。ゴルフのシャフトと同じカーボンファイバーで作られてるらしくて、だから軽量プラス、高反発が生まれるらしいです。次がライパチさんが使ってるビヨンドマックス。これが大体620、30ぐらいですね。改めてこれをなんでライパチさんが使ってるかというと、ライパチさんの悩みが以前立ち遅れるということだったんですけど、まあ軽いバットを使うことで立ち遅れを防ぐと、プラスグリップです。このグリップの幅が他のバットと違ってすごく広いですね。立ち遅れるなら短く持てばいいと、まだ立ち遅れるからもっと短く短くってやっていったらものすごく、グリップが長くなったと話していました。先ほどのロケットボールズと比べたらもうこんなに長いです。で最後、徳さんがたまに使ってるレボルタイガーイオタですね。測っていきます。すいません、重量書いてましたね。 740g です。以上、アッパレの選手が使ってるバットの紹介でした。ピッチャーの僕からしたらこれ以上いいバットは出てほしくないです。これからもこういういいバットといいバッターが出てくるので、兄貴中心にアッパレのピッチャー陣も抑える方法を考え続けます。以上、今日のダグアウトでした。